楽天グループ東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天ゴールデンイーグルスは日本のプロ野球球団パシフィックリーグに所属している宮城県を保護地域とし仙台市宮城野区にある楽天生命パーク宮城を専用球場としているイースタンリーグ所属の2軍の本拠地は同県の宮城郡リフ町にある楽天イーグルスリフ球場と 仙台市泉区のウェルファムフーズ森林ドリスタジアム戦である。球団名が長いことから、通称は、楽天イーグルスである。球団略称は、楽天、または、東北楽天。法人名は株式会社、楽天屋球団である。2004年6月に明るみに出たオリックスブルーウェーブと、大阪近鉄バファローズの合併に橋を発するプロ、野球再編問題の過中。 同年9月に日本プロフェッショナル野球組織の加盟両撤廃の決定を受けて楽天が本拠地を神戸市または大阪市とするプロ野球参入の意思を表明この時点ではコミッショナーの根頃安内川参入は時間的に難しいと述べていた9月24日に宮城県をフランチャイズとする新球団の加盟を申請した10月13日 初代監督に、田尾康氏が就任することが発表される。10月22日に新球団のチーム名を東北楽天ゴールデンイーグルスと発表した。この時、ライブドアベースボールも加盟申請を行っていたが、同年11月2日のプロ野球オーナー会議で、楽天のみの参入が正式に承認された。ゴールデンイーグルスの名称は、東北地方の世界遺産。 白神山地に生息する、猛禽類、イヌワシにちなむ。なお、この時すでに、ゴールデンイーグルスの商標を、ライブドアが取得していたことが発表後に判明し、すべての権利を買い取ることになった。新規参入決定後の11月8日、オリックスと近鉄の選手を、合併球団、オリックスバファローズと新規球団、東北楽天ゴールデンイーグルスに振り分ける。 分配ドラフトが行われ、40選手の楽天入団が決定。11月17日、新規参入決定後発のドラフト会議に参加。明治大学の一場安弘を自由枠で獲得したことに加えて、大学、社会人級会から即戦力になり得る6名の選手を指名した。さらに、他球団から無償トレード並びに自由契約となった選手を、 次々と獲得。また、分配ドラフトでオリックスに指名されたが、入団を拒否していた岩隈久しも、金銭トレードで獲得している。ドラフト会議で指名した選手のうち、東北に唯一縁のあった五巡目指名の塩川、達也は、現役引退後の2018年に一軍のコーチとして、チームに復帰。いわゆる、 松坂世代にあたる6巡目指名の平石洋介は、現役引退後もチームに在籍したまま、1軍、育成コーチや2軍監督を経て1軍の監督代行を経験し、2019年には、楽天の生え抜きとしては、初の監督に就任。チームの新本拠地となる、宮城球場は老朽化が著しかったため、楽天側の出資によって、プロ本拠地としての使用に耐えうるよう、 二カ年計画で増改築されることが決まった。その一方で、球場を所有する宮城県は、球場の命名権売却を決め、募集を開始した。その結果、人材派遣会社のフルキャストに、年間2億円の3年契約で命名権を売却することが決定し、2005年3月、フルキャストスタジアム宮城に解消される。なお、 命名権は2軍のチーム名についても売却を予定していたが、こちらの方は契約先は存在していない。また、チームの練習場、合宿所は、宮城球場にほど近い宮城の区内にある JT 公式野球部の施設を活用することを検討していたが、交渉がまとまらず断念。仙台市内での育成施設整備は難航を極めた。一方、 二軍本拠地については、楽天、ライブドアの参入計画が浮上した段階で、秋田県と山形県が誘致に名乗りを上げていたが、楽天側は、仙台市に近い山形県を本拠地とすることを決め、山形市近郊の東村山郡中山町にある、山形県野球場を使用することになった。その後、練習場、合宿所などは、天道市にある、 山形県総合運動公園内に整備する計画が立案されたものの選手の大半が仙台市近郊に在住しまた当時は選手の1.2分間の入れ替えが頻繁であったため必要性に疑問が生じ計画は白紙化仙台市内に育成施設を整備する計画に転換した新規参入決定直後の周期キャンプは白地に楽天のロゴが入ったジャージを着て 富士寺球場で行われた。2005年2月1日の沖縄県久米島での春季キャンプで本格的に始動。2月26日、新大分球場にて球団として初のオープン戦となる読売ジャイアンツ戦が行われ、4対3で勝利した。オープン戦は16試合で7勝8敗1分だった。3月26日にパリーグ公式戦が開幕し、 楽天は、球団として、初の一軍公式戦となる、千葉マリンスタジアムで千葉ロッテマリーンズと対戦し、先発の岩熊が関東し3対1で勝利した。球団創立以来一軍公式戦で、一試合も、戦っていなかった球団が、球団創立以来一軍公式戦で戦った、経験のある球団を、対戦相手に初戦を勝利したのは、 日本プロ野球史上初めてのことであった。だが、翌3月27日の第2戦は、打線が、ロッテの先発、渡辺俊介の前に1安打に抑えられ、2リーグ制開始以降としては、最大得点差の0対26で1、軍公式戦初敗戦を喫した。その後4連敗し、4月1日、本拠地初戦となる、西武ライオンズ戦では、 初回戦闘打者の磯部光一が岡本敦史からバックスクリーン直撃の球団史上初の1、軍公式戦本塁打を放つなど16対5でチームは開幕戦以来のシーズン2勝目となった。しかし4月15日の北海道日本ハムファイターズ戦から29日の西武戦にかけて11連敗で勝率が1割台に突入。 このため、4月30日に、GM のマーティキーナートを、チームアドバイザーに、またヘッドコーチの山下大輔と、打撃コーチの駒田徳博を2軍にそれぞれ、降格させるなど、コーチングスタッフを大幅に入れ替えた。5月6日より、この年から始まった、セパ交流戦の成績は11勝25敗で、最下位に終わった。7月には10勝9敗1分けで、 球団史上初の月間勝ち越しを記録したものの、8月にはシーズン2度目の11連敗を喫するなどして、8月29日の対日本ハム戦でシーズン再開とパリーグ全球団への負け越しが決まった。8月中にシーズン再開が決まったのは1952年における8月20日に決まった近鉄パールス以来53年ぶりであった。 9月25日のホーム最終戦終了後、田尾監督のシーズン終了をもっての会議員が発表された。最終成績は38勝97敗1分だった。開幕前から囁かれていた、シーズン100敗こそ辛くも免れたものの、5位の日本ハムとは25ゲーム差、レギュラーシーズン1位のソフトバンクとは51.5ゲーム差をつけられた。 2リーグ制以降の新球団の初年度の成績としては、最低の勝率となった。チーム最多値は、岩熊の9勝で、その次は、福森和夫の4勝など、戦力的にいた球団と格段の差があった。分配ドラフトの使用など、最低限の戦力の保障が一切なかったことが、大きく響いてしまった。田尾監督の後任には、南海やヤクルト、 阪神などの監督を歴任した野村克也が就任した。東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地、宮城球場2006年弱者の戦略として、無形の力を養おう。オスローガンに掲げ、チーム力の育成を図った。この年は、前年より補強を進め、西部を自由契約となったホセ・フェルナンデス。同じく横浜ベイスターズから、セドリック・バワーズ、台湾からは、 林英傑元ロッテのリックショートを獲得。オープン戦では初めて主催試合が組まれたが、本拠地フルスタ宮城での開催は、前年同様に改修工事実施のため行われず、倉敷マスカットスタジアム、香川県営野球場、静岡県草薙総合運動場公式野球場の3球場で計4試合が組まれた。リーグ戦開幕直前には、泉区に練習グラウンド、 室内練習所、合宿所が完成。イースタンリーグ公式戦では使用せず、練習専用施設として使用されるようになる。練習グラウンドと、同式地内に設けられた、合宿所は、泉沼資料と命名された。3月25日の開幕戦の日本ハム戦は、岩熊が故障のため、前年2勝止まりだった一条が、開幕投手を務めるが敗れ。 開幕後連敗の後、31日の福岡ソフトバンクホークス戦でシーズン初勝利。交流戦では5月25日のヤクルトスワローズ戦で、リックガトムソンからノーヒットノーランを喫した。最終成績は17勝19敗で7位。後半に入ると、8月20日のオリックス戦で、リーグ戦初の同一カード3連勝。 9月以降の成績を9勝10敗1分としたものの9月23日の西部戦で開幕から5位以上となることなく2年連続再開が決定最終成績は47勝85敗4分で5位のオリックスとは4.5ゲーム差の再開ホセ・フェルナンデスが球団初のタイトルとなるベストナインを獲得9月25日に行われた 高校生ドラフトでこの年の夏の高校野球、準優勝校、駒大とま駒井の田中正宏を一巡目で指名した。日本ハム、オリックス、横浜との競合の末、抽選で交渉権を獲得し、入団している。2007年3月24日の開幕戦の、グッドウィルドームの西部戦で、岩熊が2年ぶりの開幕投手を務めたが敗戦。 翌25日の第2戦は2年目の青山工事で勝利するが、その後4連敗。4月1日のオリックス戦では3回裏に、フェルナンデスと山崎がそれぞれ満塁本塁打を記録。同17日から19日のソフトバンク3連戦では、初のホーム3連勝している。5月には、山崎が、球団初となる、月間 MVP を受賞。 7月2日にオールスター戦で8選手がファン投票で選出され、田中、松本明、福森和夫、島本博、高須洋介、鉄平、磯部、山崎と楽天の選手が占めた。しかし、実力が伴っているか否かに関係なく選ばれたため、監督の野村克也は、中間発表時点でオールスターじゃなく、オールスターダストや特限を提示。 この年の全波監督を務めた、日本ハムの監督のトレイ・ヒルマンも、ファンのマナー違反だと発言した。8月は、月間15勝。9月も好調を維持し、初の2ヶ月連続勝ち越し。29日の対ソフトバンク戦で3年目にして、球団史上初の再開脱出を決め、最終的には67勝75敗2分で3位の、 ソフトバンクにも7.5ゲーム差の4位。対ソフトバンク、オリックス戦では、初の球団別シーズン対戦成績で勝ち越している。総得点575、総失点676と、打撃陣がチームを牽引したシーズンだった。山崎が、球団初の打撃部門タイトル獲得となる43、本塁打108打点の成績で、本塁打、打点の2冠王となり、 田中が球団初の新人王を獲得。楽天のホーム最終戦に翌日の10月5日、フルキャストとの命名権契約解消で、本拠地の名称が元の宮城球場に戻り、日本製紙が本拠地宮城球場の命名権を取得。1月1日に日本製紙クリネックススタジアム宮城と解消に再解消した。2008年スローガンは、 スマートスピリット2008考えて野球生3月20日の開幕戦のソフトバンク戦では9回裏に逆転さよなら3ラン本塁打を打たれて敗れ開幕から4連敗するがその後7連勝で4月3日のロッテ戦で球団史上初の単独首位に浮上交流戦では初の勝ち越し6月までは好調を維持したが 7月は24試合で5勝17敗2分と大きく負け越し。シーズン途中で前、日本ハムのフェルマンドセギノールを獲得し、打線強化を図る。だが8月以降も岩熊が奮闘するものの負けが込む。シーズン最終戦となる10月7日のソフトバンク戦において延長12回にさよなら勝ちし、最下位を脱出。 65勝76敗3分の5位に終わった。チームの総得失点差はプラス20で、球団初のプラスとなった。また、チーム防御率も初の3点台で、パリーグ3位、チーム打率は12球団トップだった。岩熊が21勝を挙げ、投手三冠王を獲得パリーグ MVP、沢村賞、ベストナインに選ばれている。そして、 セギノールも低迷するチームの中で大きく奮闘した。シーズン終了後、3年契約が切れることになっていた。野村の監督における契約延長が決定。翌年も引き続き、楽天を指揮することになった。また、オフには、巨人から小坂誠を金銭トレード。中日からは、中村のりを FA で獲得。 小坂は、球団初の宮城県出身選手、中村は、球団初の FA 加入選手となった。2009年スローガンは、スマートスピリット2009、木から超えろ。1月にメジャーリーグベースボールの、オークランドアスレチックスとの業務提携を開始した。WBC 開催に伴い公式戦開幕が4月3日に、設定されたため、 初めて本拠地でオープン戦を開催。4月3日の開幕戦の日本ハム戦から4、連勝で4月15日まで首位に立ち、一発首位から落ちたものの初めて4月を首位で終え5月11日まで首位だったものの、交流戦では6連敗するなど、最終的には9勝15敗の10位。打線の軸として期待された中村治やセノールも開幕から低迷し、 二軍落ちするなどの誤算もあり7月も8、連敗するなど低迷は続く。しかし、8月以降の3ヶ月で38勝21敗と、勝ち進み9月12日のソフトバンク戦では、球団史上初となる、クライマックスシリーズ進出のマジックナンバー19が、点灯し、10月3日の対西部戦で、球団史上初の CS 進出かつ、初の A クラス入りを決めた。 同9日の対オリックス戦で勝利し、リーグ2位が確定し、CS 第1ステージ地元開催権を獲得。最終的には77勝66敗1分と、初のシーズン勝ち越しを決めた。投手陣では3人の投手が2桁勝利を挙げた。10月12日、野村は球団から監督退任を通告される。 10月16日から行われた CS の第1、ステージは、ケースタ宮城で、ソフトバンクと対戦しに連勝で、第2ステージ進出するものの、札幌ドームでの日本ハムとの第2ステージは、第1戦では、最終回に4点リードを守りきれず、逆転サヨナラ負け。第4戦に敗れ通算1勝4敗で敗退。CS 終了後、野村は、 契約期間が満了に伴い退任。公認の監督に、この年まで、広島東洋カープ監督を務めたマーティブラウンが、就任。野村は、翌年3月16日に就任要請を受けていた、球団名誉監督に正式に就任している。2010年スローガンは、スマートスピリット2010イーグルファイア。3月20日。 開幕戦のオリックス戦に1対0で敗れ、その後チームは4連敗。交流戦は12チーム中、第5位となったが、この年の交流戦は上位6チームをパリーグが独占。そのためリーグでの順位が浮上することはなかった。交流戦終了後は、負けが込むようになり、6月26日の対ソフトバンク戦で単独再開になって、以降は一度も、 順位を浮上させることができず、9月19日に4年ぶりのリーグ再開が確定した。開幕から一度も勝率を5割に乗せることができず、最終戦績は62勝79敗3分で優勝したソフトバンクとは15ゲーム差、5位のオリックスとは7.5ゲーム差。ホームゲームの平均観客数も前年より1000人、近く減少。こうした事情から、 球団は9月29日のシーズン最終戦、終了後、ブラウンの監督解任を発表。ブラウン監督の後任に、中日ドラゴンズ、阪神タイガース元監督で、阪神のシニアディレクター、星野千一が就任した。2011年メジャーリーグ経験者の岩村明則や、松井和夫を獲得。また、ポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ移籍を、 表明していた、岩熊も入札で、独占移行権を獲得した、オークランドアスレチックスとの交渉が決裂し、球団に残留。キャプテン制度導入に伴い、鉄平が球団初代キャプテンに就任した。チームスローガンは、スマートスピリット2011まっすぐ。当初、3月25日のケースタ宮城で呪って線で、 創設以来初の本拠地開幕戦を迎える予定であったが3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震でケースタ宮城が損壊したことにより開幕戦が延期となったこの日チームは兵庫県立赤市公園第一野球場でロッテとのオープン戦の試合中で選手も全員無事であった13日に練習再開17日まで オープン戦を行わず、18日に震災発生以来初めて、中日とオープン戦を行い、関西などを中心に開幕までの練習を行い、試合後などには、球場や街頭などで、募金活動を行っている。4月2日3日には12球団による、チャリティー試合が行われ、楽天は、札幌ドームで日本ハムと対戦している。この時、島本博が、 見せましょう野球の底力を、とスピーチした。4月7日に震災以来チームとして初めて仙台に戻り、27日目の仙台入りに、星野監督は遅くなってすみませんでした。ごめんなさいと訪れた避難所で謝罪している。4月11日には、フ安ン・モリーヨが震災で精神的な打撃を受けたとして球団に対談を申し入れ、了承された。 一方で、地震の影響で、ケースタ宮城に照明塔など47カ所の損壊が認められ、修復工事が必要となったことから一時的に、関西で主催試合を代替で行うことになった。この年のセパリオリーグの開幕日は4月12日に延期となった。同日の開幕戦は、QVC マリンフィールドでの対ロッテ戦、主催試合初4月15日からの阪神。 甲子園球場での対オリックス戦。そして、本拠地、ケースタ宮城での初戦は、宮城県が、震災復興キックオフデートした4月29日対、オリックス戦となり、いずれも勝利した。4月を9勝6敗で2位で終えたが、5月は7勝14敗2分と、負け越し、岩村や鉄平が、 打率1割台と低迷、エースの岩熊も18日離脱したことが原因とされ、18日には5位、翌6月4日には再開となっている。交流戦も9勝13敗2分の9位と低迷した。一方で、田中が6、7月に連続して月間 MVP を受賞するなどの活躍もあり、7月には長い霊が故障で離脱したものの、岩熊が復帰。 ダレルラズナーが抑えに転校し後セーブ、新人の塩見高博が2勝を挙げるなどもあり、12勝10敗1分と、勝ち越す。8月、前半に7連敗するも、後半に、9団体の7連勝もあり勝ち越す。しかし9月は8勝14敗と失速し、終盤がまで、クライマックスシリーズ進出争いには加わったものの10月13日に、 進出の可能性がなくなり、最終的に66勝71敗7分、首位のソフトバンクと23.5ゲーム差、3位の西武と3ゲーム差の5位となった。統一級の影響もあり、本塁打は球団最小の53本で7月から8月にかけ、17試合連続で無本塁打の球団ワースト記録となった。ヤフードームと札幌ドームにおいては、 それぞれ本拠地球場となってからは、パリーグ球団初の本塁打例に終わっている。田中が、最多勝ち、最優秀防御率、最多完封の三冠王とベストナインを呼び、ゴールデングラブ賞の投手部門を獲得した。なお、この年は、山崎武志が戦力外通告を受け、退団した。2012年1月、岩熊が、MLB シアトルマリナーズに、FA 一席した。 チームスローガンは、スマートスピリット2012ともに、前へ。3月30日、球団初の本拠地開幕戦となる、ロッテ戦が行われたが3対5で敗れている。交流戦は10勝14敗で9位。一方、6月24日に、DNA から内村健介とのトレードで、藤田和也を獲得。 オールスター直前までの前半戦を40勝38敗3分の3位として、球団初の A クラス、勝率5割以上で折り返すが、後半戦に入り8連敗を記録するなど、順位を下げた。9月を勝ち越して終盤まで、ソフトバンク、ロッテとクライマックスシリーズ進出争いを展開するが、10月4日の139試合目の対、西武戦で引き分け、 楽天の B クラスが確定した。最終戦のロッチェ戦に勝利し、67勝67敗10分で、首位の日本ハムと7.5ゲーム、3位のソフトバンクと1ゲーム差の4位に終わるが、3年ぶりにシーズン5割以上の成績を残した。8月1日付で三木谷元球団会長が、球団オーナーに復帰し、球団社長には、証券会社勤務だった。 立花洋蔵が就任した。シーズンオフには MLB ダイヤモンドバックスから FA となった斉藤隆を獲得し岩村が戦力外通告を受けた。また現役メジャーリーガーのアンドリュー・ジョーオンズとケイシー・イマギーを獲得したことが発表された。野村名誉監督も人気満了で同職を退任している。 2013年東北楽天ゴールデンイーグルス2013年パリーグ初優勝時の西部ドームスコアボードチームスローガンはスマートスピリット2013ヒート開幕投手と見られた田中が WBC での疲れから辞退したことで開幕戦のソフトバンク戦は乗本隆弘が新人投手としてはパリーグ史上55年ぶりの開幕投手となるが1対7で敗れている 4月27日の西武戦に9対2で勝利し、球団通算500勝を達成するが、序盤から5割前後の成績で4月を9勝13敗と、負け越し、5月3日には、借金が4になるが、その後は勝ち星を伸ばし、交流戦は、ソフトバンクと優勝を争ったものの、0.5ゲーム差の2位に終わった。7月4日に、首位のロッテに勝利し、 6月以降では、球団初の同率首位に並ぶと7月6日に、単独首位に浮上。前半戦をそのまま首位で折り返し、以降は首位を明け渡すことはなく。8月28日に、球団史上初の優勝へのマジックナンバー28が、点灯した。その後9月1日にはマジックが消滅するものの、9月5日に、再点灯し、 9月22日の対日本ハム戦に15対1で勝利し、4年ぶり2度目の2013年のパシフィックリーグクライマックスシリーズ進出が決定し、9月23日の同戦で球団新記録のシーズン78勝とした。そして優勝へのマジック2で迎えた9月26日、マジック対象チームのロッテが対日本ハム戦で敗れ、楽天が 対西部戦で4対3で勝利したことで、楽天球団としては、初のパリーグ優勝が決定した。球団創設9年目での優勝は、日本プロ野球史上5番目のスピードでの達成。クライマックスシリーズファイナルステージでは、3位のロッテと対戦し4勝1敗で、日本シリーズに初めて進出を決めた。巨人との2013年の日本シリーズでは、 3勝2敗で、大手をかけた第6戦で2対4で敗れ、先発の田中がこの年シーズンから通じて、初めての公式戦で敗戦投手となりたいとされるが、11月3日の第7戦で、3対0で勝利し4勝3敗で、初出場で、初の日本一を達成した。この試合で来年からメジャー挑戦がすでに決まっていて、 前日に負け関東をした田中がクローザーとして登板し、渡米前の最後の試合で自身初のセーブを達成した。また、星野は、中日時代に、現役、コーチ、監督を合わせて4回、阪神の監督時代に1回と、計5回も日本一を逃していたが、9回入りをして44年目で初めて、そして彼の生涯最初で最後の日本一を経験した。 この時の日本一監督インタビューの最高を。東北の子供たち、全国の子供たちに、そして被災者の皆さんに、これだけ勇気を与えてくれた選手を褒めてやってくださいは、九死に残る名言になっている。同月、台湾で開催されたアジアシリーズでは、11月19日の準決勝のタイ一セブンイレブンライオンズ戦に1対4で、 敗れたため、日本からの出場チームでは初めて決勝に進めなかった。田中が8月に開幕からの公式戦連勝と、前年8月26日からの公式戦連勝の日本プロ野球新記録を受立。シーズン後にはこれらの記録とポストシーズンの2勝を含めた30連勝がそれぞれギネス世界記録に認定された。 24勝0敗1セーブで日本プロ野球史上初のシーズン無敗での最多勝ちを達成、最優秀防御率と勝率第一位も獲得し、沢村賞、MVP を獲得した。チームからはゴールデングラブ賞は3人、ベストナインには4人がそれぞれ選出、新人王に乗本が選出された。11月24日、優勝パレードが、 仙台市内中心部で行われ、約21万4000人の監修を動員した。2014年福岡ヤフオク。ドームにてスローガンは、スマートスピリット2014ヒートアップ。1月23日、田中が、ポスティングシステムで MLB ニューヨークヤンキースに移籍。5月26日、星野監督が、腰痛のため。 対ヤクルト戦で休養し、投資コーチの佐藤義則が指揮を取った。5月27日に、腰椎椎看板ヘルニア及び、胸椎養殖人体国家症と診断された、星野監督の休養と、佐藤が監督代行を務めることが発表された。7月2日、監督代行に二軍監督の大久保博士元がつき、佐藤は一軍投資コーチに専念することになった。 7月24日より、星野が監督に復帰するが、チームは低迷し、9月6日には、リーグ優勝の可能性が消滅し、9月18日に、星野監督が退任を発表、9月29日には、B クラスが確定、10月7日の対オリックス戦にも敗れ、楽天は再開が確定した。なお、前年優勝チームの再開は、前年の日本ハムに次いで、 史上5度目となった。10月14日、次期監督に大久保の就任を発表した。8月、小ボスタ宮城の全面増築が完成、先行完成した楽天山観覧席と、8月に完成した三塁側上段の増設席を合わせ28,907人収容となった効果もあり、8月30日の対ソフトバンク戦において、 レギュラーシーズンポストシーズンを通して、投球場歴代最多となる25,308人を集客したのを皮切りとして、観客動員記録を次々更新。最終的には145万233人の球団新記録を達成した。このうち、コボスタ宮城に限れば67試合で135万293人を記録した。ドラフト会議では、 高校生ながら最速で時速 157km を記録した右腕投手の安楽佐藤次大を一巡目指名で獲得した。2015年チームスローガンはスマートスピリット2015一致団結。2013年から4番打者として君臨していたアンドリュー・ジョーンズが対談。ジョーンズに代わる現役メジャーリーガーとしてヤンキースからゼラス、ウィーラー。 ピッツバーグパイレーツからギャビー・サンチェスを獲得した。シーズン開幕直前には、前年にオリックスの主力として活躍したウィリー・モー・ペーニャも獲得することで打線に厚みを増させた。投手陣は、抑えの切り札として広島東洋カープから、キャム・ミコライオを獲得したほか、2013年まで在籍していたレート・ハウザーが復帰した。 開幕以来なかなか波に乗ることができなかったが、交流戦では、全18試合のうち2点最内は15試合、延長戦は5試合と粘り強く戦い、10勝8敗の4位で、終え2年ぶりに勝ち越した。交流戦のチーム防御率2.47は12、球団トップであった。交流戦以降は、ロッテと4位5位を争い、前半戦を5位でターンした。後半戦に入り、 7月22日の日本ハム戦で1試合の最多得点での球団新記録となる19得点を記録したが、7月30日に一軍打撃コーチの田代富夫が退任した。シーズンの途中でハウザーが再び退団し、トレード及び新外国人選手獲得期限日の7月31日にはアガスティン・ムリーロを獲得している。が、 8月25日のオリックス戦に敗れたことで最下位に転落した。その後は一時5位に浮上したものの8月28日の西部戦に2から3で敗戦。この敗戦によって楽天の自力でのクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅したことから大久保監督が辞任の意向を示した。9月7日には前監督の星野が 取締役副会長に就任することが発表された。星野は、球団の編成、ドラフト戦略、経営にも関与できる現場の総責任者という立場で、三木谷オーナー、立花社長に次ぐ権限を有するようになった。9月22日のロッテ戦に敗れて、クライマックスシリーズ進出の可能性が完全に消滅し、 2年連続の B クラスも確定したため、大久保が同日に成績不振の責任を取って、監督を退任することを正式を発表した。終盤は、オリックスと5位の座を争ったが、10月3日の対、ロッテ戦に敗れたため2年連続での再会が決定した。シーズン通算では57勝83敗3分という成績で、パリーグの全チームに負け越した。 チーム打率、防御率、得点はいずれもリーグ最下位で、失点もリーグ最多を記録した。しかしその一方で、主催試合のシーズン通算観客動員数は、歴代最多の152万4149人に達した。シーズン終了後には、球団創設メンバーで、唯一の現役投手、小山新一郎、地元、仙台出身で、 チーム最年長選手でもあった元メジャーリーガー、斎藤隆史、入団以来長らく先発陣の一角を担ってきた、永井玲が現役を引退した。10月8日、大久保の後任として近鉄、日本ハムの監督を歴任した、梨田正隆の監督就任を発表。2015年シーズンは、チームとフロントの一体化であるとしてオーナーである、三木谷が、スタメン、打順、 さらには1.2軍の入れ替えなどを支持することが多かった。しかし、シーズン後半には現場の意見も取り入れるようになってきて、それをオーナーが決済を出す形となった。オーナーの現場介入は打撃コーチである田代がこれを許せないとして、シーズン途中で対談するなど、批判の声が上がっている。2016年チームスローガンは、スマートスピリット2016ムと感動。 二年続けて、最下位に陥るほどの低迷から脱却するために、大型補強を勧光し、ここ二年固定できなかった三類士を補強すべく、千葉ロッテマリーンズから、FA 権の行使を宣言していた、今江敏明と契約した。また、かつて広島東洋カープの主力打者だった、山形県出身の栗原健太、千葉ロッテマリーンズから戦力外通告を受けていた、河本良平。 中日ドラゴンズを退団した山内相場、福岡ソフトバンクホークスを退団した金無英を入団テスト経由で契約。外国人投手では先発、リリーフ療法に対応できるラダメス・リズやジェイク・ブリガムを獲得したほか、WBSC プレミア12の台湾代表に選出された総価号と育成選手契約を結んだ。さらに、 メキシカンリーグ2冠王のジャフェット・アマダーと MLB 通算162本塁打の実績を誇るジョニー・ゴームズを獲得した。2月1日から楽天コボスタジアム宮城の短縮表記をコボスタ宮城からコボスタ宮城に変更し、5月には社会人、大学、クラブチームと大外試合を年に30戦。 程度実施することを前提に、若手選手の実践経験を増やす目的で、球団内に育成チームを編成した。公式戦では、モテギエゴローを開幕から、内野のレギュラーに抜擢するなど新人選手を、積極的に起用した。ドラフト1巡目入団のお声類も、高卒新人野手では、球団史上初の開幕一軍入りを果たすと、セパ交流戦期間中から、 正中堅守に定着した。序盤に一時首位に立つも、その後順位は急降下し4位に沈んだ。正捕手の島が故障で戦線を離れた5月下旬からは、ドラフト6巡目入団の足立悠一にスタメンマスクを託した。交流戦では11勝7敗の4位と検討したが、リーグ戦の再開後は、ソフトバンク日本ハムロッテの後陣を排する状況が続いた。 新外国人のゴームズは18試合で、打率1割台、本類打1本にとどまり4月22日に1、軍登録を抹消され帰国、退団、パリーグの最年長選手だった例も、成績不振を理由に退団した。オープン戦の序盤に負傷したアマダーは5月下旬に、公式戦デビューを果たしたものの、以降も再三にわたって、故障で戦列を離れた。さらに今え、銀次、 松井和夫などの主力打者も、故障や打撃不振などで1軍と2軍を往復した。7月には、シアトルマリナーズ時代に一郎とチームメイトだった、カルロス・ペゲーロ、球団史上初めてのキューバ出身選手として、フェリックス・ペレスを獲得した。終盤には、順位でセーブにも抜かれ5位に転落した。 9月29日のオリックス戦に勝利したことで、オリックスの再開が確定したため、チームは3年ぶりに再開を脱出し5位でシーズンを終えた。西部に対しては、球団史上初めてシーズンの勝ち越しを果たした。シーズン終了後には、球団創設メンバーで、唯一の現役野手、牧田昭久、 2007年の大学、社会人ドラフト会議一巡目指名で入団した、長谷部公平、後藤光孫、栗原、川本、三内など遺跡組が現役を引退した。外国人選手では、ウィーラー、アマダー、ペゲーロが残留する一方で、リズ、ブリガム、ペレスが退団し、前年の故障から、セットアッパーとして復活したミコライオとの残留交渉が不調に終わった。 ドラフト会議では、一巡目の藤平直進をはじめ、支配下登録選手としての指名を経て入団した10人中9人を、投手が占めた。2017年チームスローガンは、スマートスピリット2017東北、夢、再び。前年10月31日付で、楽天が、宮城球場の命名権に関する3年契約を、締結したことに伴って、 1>, 1月1日付で本拠地の故障をコボパーク宮城に変更した。同月16日には球団副会長の星野が監督時代の実績を買われて野球伝道検証者に選ばれた。西部から FA 権の講師を宣言していた仙台市出身の岸高幸やソフトバンクからのコーチ就任要請を誇示して、 対談した青森県出身の細川徹と契約。さらに、柿沢隆博との交換トレードで、巨人から小山祐希が移籍した。春季キャンプ中には、前年10月に DNA から戦力外通告を受けていた、久保雄也を入団テスト経由で獲得した。外国人選手については、フランク・ハーマンと契約を結んだ。 レギュラーシーズンの開始前に催された2017ワールドベースボールクラシックには、のりもと松井ゆうが日本代表、アマダーがメキシコ代表として出場し、当初は島も日本代表に選ばれていたが、春季キャンプから右ふくらはぎの針で調整が遅れたため本大会の直前に出場を辞退した。乗りは WBC 出場の影響で入団以来初めて、 開幕投手を外れた。公式戦では、ウィーラー・アマダー・ペゲーロを同時に、スタメン起用し、1番に、モテギ、2番に、ペゲーロ5番に、銀次を据えた攻撃型の打線でスタートした。開幕投手には、騎士が内定していたが開幕直前に、インフルエンザ B 型へ感染したため、対戦相手であるオリックスとの相性の良い、ミマガクが、初めて起用された。また、 新人投手の森原公平、高梨雄平、菅原衆が中継ぎ要員として揃って開幕一組入りを果たした。開幕戦からの4連勝でスタートダッシュに成功してパリーグの首位に立つと4月を16勝5敗の勝率761、5月を16勝7敗の勝率696で終えた。この間には3連敗が一度もなかった。 さらに、乗本が4月19日の西武戦から8試合連続で2桁立つ三振を達成した。乗本と共に先発陣を構成する、三間、岸士や、クローザーの松井博士も好調で、ハーマンと共にセットアッパーを務める福山博之は、開幕戦から36投板試合連続で、自責点を例にしのいだ。5月以降は、ソフトバンクとリーグ戦で終位争いを展開した。 交流戦ではソフトバンクが優勝したものの3連敗を2度経験しながら10勝8敗の5位で終了した6月28日には遥か夢球場でオリックス戦を開催球団創設13年目にして球団の主催による青森県内での一軍公式戦が初めて実現し唐島渡が先発で白星を飾ったこの試合によって 日程上は、東北全6県での開催が実現したが、4月13日に、福島県のヨーク、海星山スタジアムで予定されていた、西部線が交互で中止になったため、実行式での全県開催は2018年以降に持ち越された。6月中には、BC リーグの富山サンダーバーズから、女子コラレスを獲得した。 7月には2日にソフトバンクに敗れたことで、ソフトバンクとのゲーム差がマイナス0.5ゲーム差となり、前年のソフトバンクに続き2位とのゲーム差がマイナスでの首位となる事象が発生した。7月7日にシーズン初めてソフトバンクに首位を明け渡すが、2日後には首位に再浮上した。前半戦最後のカードであった。 ソフトバンクとの首位攻防2連戦で2連勝したため、4年ぶりに前半戦を首位で折り返した。しかし、交流戦の終盤から主力選手に故障者が続出し、モテギ、藤田和也、ペゲエロ、岡島武郎、松井博士、今江が相次いで戦線を離脱した。NPB レギュラーシーズン中のトレード期限が迫っていた7月下旬には、 巨人のルイスクルーズを金銭トレードで獲得した。獲得当日のソフトバンク戦から、主撃が、遊撃の守備、ペゲエロが一軍に復帰する8月上旬まで一軍の、公式戦に出場した。さらにこの試合で、ノリモトが入団一年目から5年連続のシーズン2桁勝利を、達成し、チームは4連勝と6連勝を1回ずつ経験した、影響で、 7月を13勝7敗の勝率、650で終えた。8月には2日に、再び首位から陥落すると、投打の歯車が噛み合わないまま急失速した。前述した故障者のうち、今井以外の選手が、相次いで一軍に復帰してもこの傾向に、歯止めがかからなくなった。一時は、パリーグのレギュラーシーズンでは35年ぶりに、 マイナス1ゲーム差で首位に立ったものの、ソフトバンクや3位、西部との3連戦が組まれていた8月第3週から、第5週までの通算15試合で、1勝13敗1分と大きく負け越した。首位、ソフトバンクとの差が10ゲームにまで広がり、31日の西部戦で敗れると、シーズンで初めて3位に転落した。結局、 8月の通算成績は7勝18敗1分で、シーズン初の月間負け越しを記録した。さらに8月23日のロッテ戦から9月3日のソフトバンク戦まで、球団初年度以来12年ぶりの公式戦10連敗を記録している。9月2日の対ソフトバンク戦で敗れたことによって、チームの自力優勝の可能性が消滅し、本拠地での主催試合でも、 8月18日のソフトバンク戦から9月9日のオリックス戦まで10連敗を喫した。この間には、前述した攻撃型打線の組み替えを繰り返す。一方で、春季キャンプ中の故障で出遅れていたお声がスタメンに、再び定着するほど好調を見せた。また、 高卒新人の藤平もチームが6連敗中だった8月22日のロッテ戦で一軍初勝利を果たすとチームの10連敗で迎えた9月5日の日本ハム戦でも先発勝利を記録した。さらにウィーラー・ペゲーロー・アマダーが9月中旬までに20本以上の本塁打を放ったため同一球団に在籍する3人の外国人選手が 同一シーズンでいずれも20本以上の本類だという NPB1 軍公式戦史上初の記録を受立し、投手陣では、り本と,とみまが2桁勝利を達成した一方で、騎士は、防御率2.76ながら7連敗で、レギュラーシーズンを終えた。9月中旬以降は、16日にソフトバンクのリーグ優勝が決まったものの24日に、楽天の3位以上が確定した。 以降の試合で2位に返り裂けないまま10月4日の対、ロッテ戦を延長12回引き分けで終了となった。チーム史上初めて、レギュラーシーズンを3位で終えた。ポストシーズンでは、西武とのクライマックスシリーズファーストステージ第一戦において、レギュラーシーズン中の対戦で8戦全敗だった、菊池武士星を相手に0から10の大差で、完封負けを起死したが、 第2戦からの2連勝によってパリーグの優勝チームとして臨んだ2013年以来4年ぶりに CS ファイナルステージへ進出した。パリーグが2007年から導入している CS 制度でファーストステージの第1戦に敗れたチームがファイナルステージへ進出できた事例はこの年の楽天が初めてである。迎えたソフトバンクとのファイナルステージでは 1> 第1戦から2連勝し CS 第2戦から4連勝と、上り上司にあったが、乗り元、騎士、三馬を先発に立てた第3戦以降の試合で3連敗を喫士し、4年ぶりの日本シリーズ進出を逃した。なお、この時点で、日本シリーズの出場を呼び、制覇回数は1回であったが、過去2回出場したシリーズをいずれも制していた横浜 DNA ベイスターズが、 この年の日本シリーズでソフトバンクの前に敗退した。なお、日本シリーズで敗退したことがないチームは NPB の12球団で楽天だけになった。日本シリーズの終了後にはチーム最年長の現役選手だった松井和夫がコーチ就任の打診を誇示。他球団での現役続行を希望しテクニカルコーチ兼任の外野手として15年ぶりに 西部へ復帰した。また、巨人から移籍した2013年以降、サイドスローの左腕投手として、中継で活躍した、近人健人などが現役を引退した。2009年以降も、コーチとして楽天への在籍を続けてきた磯部が、対談する一方で、ドラフト会議での一巡目指名を経て在籍していた、片山博士、武藤義隆や 一軍のクリーンアップを一時になっていた内野手の中川博史に戦力外通告を実施した。外国人選手は前年に在籍していた7選手からクルーズ以外の6選手が残留した。ドラフト会議では東京6大学野球のリーグ戦で歴代3位の通算21本塁打を記録した慶応大学の岩見正樹を2巡目で指名。50目では NPB の球団では初めて、ベースボールファーストリーグに加盟する球団の選手として、兵庫ブルーサンダーズ所属の田中明る日を支配下、登録選手として指名した。2018年楽天が、宮城球場の命名権を保持したまま、1月1日付で、球場の故障を、楽天生命パーク宮城に変更した。1月4日には、チームの4代目監督でもあった。 星野セム一球団代表取締役副会長が、水臓癌のため70歳で営民した。球団では、同月6日に、その事実を公表し、翌7日から3日間は、楽天生命パーク宮城、オープン戦の期間中には、主催試合の開催球場に喧嘩台を設置した。また、星野がかつて一軍監督やオーナー付け、シニアディレクターを務めた阪神球団との、 共同運営によるお別れ会を東京と大阪で開催した。大阪でのお別れ会開催直後の3月26日には、三木谷オーナーの意向に沿って、星野氏が監督時代につけていた背番号77を永久欠番として扱うことが、球団から正式に発表された。外国人選手については、お声ディクソンと新たに契約。 また渡辺直人が8年ぶりに2015年から3年間ソフトバンクの一軍投手コーチを務めていた佐藤義則が一軍投手コーチとして4年ぶりに復帰したソフトバンクからは前年の細川に続いて保守の山下明翔を西田哲郎との交換トレードで獲得したチームスローガンは日本一の東北へ一方 球団創設以来初めてユニフォームのデザインをホームビジター用とも一新した。ただし、レギュラーシーズン中には、星野副会長の監督時代の背番号をユニフォーム左胸部分の裏につける。4月3日に楽天生命パークで開かれた日本ハムとのホーム開幕戦では、星野副会長の監督時代の背番号77を入れた2014年仕様のユニフォームを監督。 コーチ、選手、スタッフが着用した。レギュラーシーズンでは、オープン戦を打率トップで終えた、内田康人を開幕一軍のメンバーに、初めて抜擢。3月30日にゾゾマリンスタジアムで催された、ロッテとの開幕戦を、延長12回の末に3から2というスコアで勝利し、球団史上初めてシーズンのスタートを3年連続白星で、切った。 以降の試合では、打線や、救援ンがこぞって振るわず、球団史上12年ぶりに4月中に2桁の、借金を喫した。5月1日には1軍と2軍の間で一部の、コーチを入れ替え、1軍打撃コーチの高須洋介と、内野守備総類コーチの立石光雄が2軍へ、2軍打撃コーチの栗原健太と育成コーチの牧師、後光栄が1軍に移動した。しかし、 開幕から10カード連続でカード勝ち越しがなく、開幕から31試合目に当たる同月6日の対、西部戦に大敗し、自力によるリーグ優勝の可能性が一旦消滅した。NPB 公式戦におけるシーズン31試合目での消滅は、この年のセリーグ球団を含めても最も早く、プレイオフ制度によるパリーグ優勝の可能性を残していた2005年の、 チームを除けば1955年のダイエースターズに次ぐ速さである。5月9日には福島県内で一軍公式戦の主催を予定していたが、グラウンド状態の不良によって前年に続いての中止となった。5月29日からのセパ交流戦でもチームの調子は上向かず、クローザーの松井勇希が開幕からの不調、本類打数チームトップのペゲーロが、 交流戦中の不審、中心打者のウィーラーが試合中のヘッドスライディングによる左手指の骨折で相次いで戦線を離脱した。交流戦の開幕投手を任された、高卒5年目の古川優里が1、軍公式戦初勝利を含む2勝を挙げたものの、チームは6月16日の大半新戦に敗れ、リーグ戦からの借金が20に到達した。 同日の試合終了後に、梨田監督が球団へ辞意を申し入れたところ、球団から了承されたため、辞任が決定した。2018年の監督代行時代も含める。2018年スローガンは、日本一の東北へ。梨田監督の辞任を受けて、6月17日の大阪新戦から一軍ヘッド兼打撃コーチの平石、洋介が、 監督代行に就任した。38歳での一軍監督代行就任は、歴代の一軍監督及び代行経験者を含めても、球団最年少であった。また、楽天生抜きの人物が一軍を指揮するのは、監督代行としての平井氏が初めてである。梨田監督の辞任と、平井氏監督代行の就任に伴って、一軍知人の配置転換を実施。 投手コーチで、ベンチ担当とブルペン担当の配置を入れ替えたほか、2018年5月の、一軍復帰後から一類ベースコーチを務めていた牧師、一軍内野守備走塁コーチが、ヘッドコーチ角で平井氏を支えた。さらに、この年から一軍戦略、内野コーチが務めていた塩川が一類のベースコーチに、回っている。一軍では、 平井氏の監督代行就任を受けて、セパ交流戦の残り2試合に全勝。交流戦開幕投手の古川も、6月19日の最終戦で白星を挙げたことによって、交流戦を1軍公式戦初勝利からの3、連勝で締めくくった。もっとも、チームは交流戦を再開という成績で終了した。リーグ戦の再開直後には、 パリーグの球団で唯一勝率が5割を下回る事態に見舞われたものの菊池が先発した6月29日の対西部戦に15から1というスコアで対象。レギュラーシーズンでは2016年5月25日から続いていた菊池の先発試合での連敗を13で食い止めた。7月10日には山形市総合スポーツセンター野球場で 初めての NPB 一軍公式戦として、第オリックス戦を主催。前年までた球場で実施されていた山形県内での一軍主催公式戦8試合目にして、初勝利を挙げた。また、オールスターゲームでは、騎士が選手間、投票1位、平井氏の監督代行就任を機に4番打者へ、定着したい前が、監督推薦で、 パシフィックリーグ選抜チームに参加。前年のレギュラーシーズン3位を受けてナシダが務める予定だった同チームのコーチを平井氏が引き継いだほか、14日の第2戦には騎士が同チームの先発投手として登板した。9月1日には、星野の成居以降事実上空席だった編成部門のトップとして石井和久が球団取締役、ゼネラルマネージャーに就任。 10月5日の対ロッテ戦の前に、平石が2019年シーズンから一軍監督へ、正式に就任することを発表した。しかし、チームは5位ロッテとのゲーム差を1ゲームにまで縮めながら、この試合に敗れたため、3年振りの再会が確定。レギュラーシーズン全体では、オリックスとロッテに勝ち越した一方で、西部戦と交流戦で大きく負け越した。なお、 この年のチームは、ナシダの監督在任中から、ホームゲームに取り分け弱く、シーズン通算で、球団最多の50敗を記録。地方開催分を含むホームゲームの通算勝率は、306だが、本拠地、楽天生命パークの開催分では69試合で、290にとどまった。パリーグに加盟する球団で、本拠地開催分の一軍公式戦における、 レギュラーシーズンの通算勝率が3割を切った事例は、1961年の近鉄以来57年ぶり。セリーグを含めても、1965年のサンケースワローズ以来の低さであった。その一方で、ビジターゲームでは36勝32敗3分と、勝ち越している。投手陣では、ノリモトがリーグ最多奪三振を5年連続でマーク。 さらに、チームのシーズン最終戦であった10月13日の、対ロッテ戦に救援登板で、シーズン10勝目を挙げたことによって、入団以来6年連続のシーズン2桁勝利を達成した。また、騎士が、チーム最多の11勝を挙げたほか、防御率2.72でリーグ最優秀防御率のタイトルを初めて獲得した。松井は、 自身の不調やチーム事情からシーズン中に、セットアッパーや先発への転向を経験しつつも、9月16日の対ロッテ戦で1位軍公式戦、通算100セーブを史上最年少で達成。さらに、入団2年目の高梨が、球団歴代最多のシーズン70試合登板を記録した。野手陣では、高梨と同期入団ながら、 パリーグ新人王の先行資格を残していた田中和元がセパ交流戦の直前から成中堅守に定着。リーグの最終規定打席に到達したばかりか、チーム生向抜きの野手としては、歴代最多の一軍公式戦シーズン18、本塁打を記録したことによって、スイッチヒッターとしては、リーグ史上初の新人王に選ばれた。また、 後半戦に一軍へ定着した内田は、高卒の生え抜き野手を呼び、生え抜きの右打者としては、初めての二桁本塁打をマーク。前年のチームの躍進を支えた、外国人野手は総じて低調で、アマダーも7月だけで11本塁打を記録したが、NPB から禁止薬物摂取の権威をかけられた影響で8月中旬以降実戦から遠ざかった。 新加入のディクソンも、その穴を埋めるまでの活躍には至らなかった。シーズン終了後には、2軍を中心に、コーチ陣の大幅な入れ替えを観光した。シーズン中に2軍投手コーチを務めたヨダが、古巣、中日の1軍監督に転身したほか、2軍監督として、田中のブレークに寄与した、池山、2軍ヘッドコーチの大石智義などが契約の、更新を見送られた。 その一方で、この年にいた球団で現役を引退した平井氏と、同世代の小屋の栄一、後藤武俊氏が打撃コーチへ就任するとともに、石井 GM が現役時代に所属していた、ヤクルト出身の指導者などを招聘。2016年1月の現役引退後に、球団職員へ転じていた元選手会長の鉄平が、二軍外野守備総類コーチとして、現場復帰を果たした。 他球団との指名重複による抽選が相次いだドラフト会議の一巡目では2回目に指名した辰巳良介の独占交渉権を4球団競合の末に獲得。結局、辰巳や乗本の実定など10人もの新人選手が入団した。その一方で、聖佐は良、増田慎太郎、石峰氏が戦力外通告を受けたことを機に現役を引退。 球団からコーチへの就任を打診されていた細川や育成選手契約で戦力外通告を受けた宮川進もいずれも他球団で現役生活を続けることになった外国人選手についてはウィーラー以外の外国人野手とコラレスが対談さらにこの年限りでマリナーズを対談したい悪魔に復帰を打診したが巨人との争奪戦に敗れた 2019年チームスローガンはリスタート日本一の東北へ。本拠地の楽天生命パーク宮城では1.2軍の主催公式戦開催日に場内の売店、チケットカウンターでの決済をこのシーズンから現金以外の手段に統一している。また、前年まで施設応援団が作曲していた応援歌に著作権上の問題が生じたことから球団と 施設応援団の間で応援歌の扱いを協議。上記の問題が解決された応援歌に限って前年からの継続使用が認められた。補強面では前年のパリーグ打点王でシーズン終了後に西部から国内 FA 権の講師を表明していた浅村坂とを獲得した。またヤクルトから戦力外通告を受けていた吉木を育成選手として契約。 ゆうとは、高校での一年後輩にあたる橋本いたるが、巨人との金銭トレード、広島の福井裕也が、菊池康則との交換トレードで入団した。外国人選手は、アラン・ブセニッツと、ジャバリ・ブラッシュを獲得した。育成面では、三軍の創設を視野に、実践経験を増やしながら、若手選手の育成や故障者の復帰を促す環境を、 整備することを GM の石井が計画。シーズン中の6月には、この年に支配下登録選手から育成選手に移行させた下妻隆博保守と野本博樹投手を1ヶ月限定ながら BC リーグの武蔵球団へ派遣した。春季キャンプではルイス・ヒメネスが入団テストに参加。テストへの合格後に育成選手契約を締結した上で、 3月のオープン戦期間中に支配下選手として登録した。キャンプ終了後の3月上旬にはチームが台湾でラミゴ・モンキーズとの2連戦に臨んだ。その一方でこの年から正式に保守へ復帰した岡島が春季キャンプ中に左肩、球団との間で7年契約を結んだ。乗本・昇が3月中旬に右肘の手術を受けた。 乗り元については、レギュラーシーズン中の実戦復帰が難しい状況にあったため、DNA から熊原武藤、シーズンの開幕直前に、浜谷、広次大との交換トレードで獲得した。なお、開幕投手には騎手が移籍後初めて起用されたが、後に故障で、長期離脱を余儀なくされている。一軍は、レギュラーシーズンに入ってから、十八歳の平井による、 式のもとで開幕ダッシュに成功。開幕11試合目に当たる4月29日の対、西武戦でシーズン初の単独首位に立った。公式戦の開幕から10試合以上経過した時点での単独首位は、チームとしては2017年8月14日以来2シーズンぶり、NPB 球団の30代監督としては1981年の 竹上志郎以来38年ぶり、パリーグ球団の30代監督としては1976年の上田理事以来43年ぶりであった。さらに、4月20日の対オリックス戦で、一軍公式戦における、球団通算900勝を達成した。5月には、8日の対ソフトバンク戦で、球団史上初めて、最大7点差からの逆転勝利を記録。 15日の対日本ハム戦でも、4回裏まで0から8のスコアで大差をつけられながら、延長11回の末に9から8のスコアで逆転、サヨナラ勝利を収めた。パリーグの公式戦において、同じ月に、同じ球団が7点以上のビハインドからの逆転勝利を2度以上記録した事例は、この月の楽天が初めてである。パリーグの首位で迎えた、セパ交流戦では、 6月15日の対広島戦で1試合7本塁打のチーム新記録を達成。NPB の一軍公式戦では初めて外野のスタメンを新人の3選手だけで賄うなどの積極的な采配も背景に前年から一転して勝ち越しで終えた。しかし交流戦優勝のソフトバンクにリーグ首位の座を明け渡すと交流戦の終盤から リーグ戦再開後の7月上旬まで10連敗を喫した。リーグ戦の再開後は、右打ちの長距離打者をトレードで相次いで獲得。下鶴昇が、三好匠との交換トレードで、広島から和田恋が、古川との交換トレードで巨人から入団した。7月9日の対オリックス戦では、乗本高弘が、 先発投手としてシーズン初登板を果たすと交流戦終盤からのチームの連敗を10で阻止した。さらに1軍は8月に月間4度の5時間試合という NPB のチーム記録を達成するほど熱戦を続けた末にロッテとの3位争いを僅差で制して2年ぶりにクライマックスシリーズへ進出。2軍も 新監督の三木の下で、球団史上初めてのイースタンリーグ優勝を果たした。なお、8月31日の同リーグ、対西部戦では、当時2軍で調整中だったお声が球団史上初の公式戦サイクルヒットを達成している。1軍のレギュラーシーズンでは、も本隆博が、後半戦だけで5勝を挙げたものの、入団1年目から続けていた。 シーズン二桁勝利が6年でストップ。開幕投手の岸本も故障が相次いだ影響で3勝にとどまったが、前年に一時育成契約を結んでいた入団4年目の石橋亮太が先発陣へ定着すると、見間と並んで8勝を記録した。しかしチーム内に二桁勝利を挙げた投手はおらず、最も多く、白星を稼いだ投手はシーズンの大半で、 先発陣の一角を担った、唐島渡であった。救援陣では、クローザーへ帰り咲いた、松井博がパリーグを呼び、自己最多の38セーブを記録。また、シーズン中に、右肩の手術を受けた福山に代わって、ブセニッツと森原が、セットアッパーとして、好成績を残した。打撃陣では、ブラッシュが、チームの外国人選手としては、 歴代最多のシーズン33本塁打を放ち、浅村も西部時代の前年に続いて本塁打を30本台に乗せた。クライマックスシリーズではレギュラーシーズンを2位で終えていたソフトバンクとのファーストステージに戦勝。第2戦からの2連敗でファイナルステージへの進出には至らなかったものの、この試合からポストシーズン10連勝で、 日本シリーズ3連覇を成し遂げたソフトバンクにポストシーズン唯一の黒星をつけた。もっともソフトバンクに対しては2軍もファーム、日本選手権で後陣を配している。新人選手時代の創設初年度から15、シーズン連続で現場に携わっていた平井氏は歴代の一軍監督で初めて正式就任1年目で、 レギュラーシーズンのチーム最終勝率を5割以上に乗せた。しかし、球団は1軍が CS のファーストステージで敗退した直後に2軍の三木監督が平石監督に代わって1軍監督へ就任することを発表した。平石監督の退任は契約期間の満了に伴う決定でもあったが、発表に際しては決定に至った経緯や、 今後のチームに求められるビジョンをまとめた文章、GM の石井が公開するという異例の対応もなされた。また、小屋の森山、佐藤、高須のコーチ契約を解除し、宮城県内の高校出身の選手などに自由契約を通告。福山、陽貴、前年に開幕ローテーションの一角を担っていた池田隆秀などが育成契約へ移行した。 球団では、2軍の GM に相当する役職を新設した上で、同職の就任を平石監督に要請することも計画していたが、平石監督は、自身の意向で退団した後に、ソフトバンクの1軍打撃兼野手総合コーチへ転身。平石を支えたコーチや、球団生え抜きの選手がチームを離れる事態も、相次いだ。現に、今江と同じく故障の影響で、 出場機会が減っていた島は、今度に続いてヤクルトへ移籍。コーチ陣からは、森山が、ソフトバンク、小屋野が、オリックス、2軍打撃コーチの栗原が、中日のコーチへと転じている。ドラフト会議では、1巡目で最初に指名した、佐々木明の独占交渉権を4球団競合の末に逃したものの、再指名で、勝負方博との交渉権を獲得。 育成選手のものを含めて、11人もの、新人選手が入団した。その一方で、今江、橋本、球団ハえ抜きの戸村健二、西宮祐介が現役を引退。今江は育成コーチ、戸村と西宮は、打撃投手として球団に残った。チームがこの年のレギュラーシーズンを3位で終えた、ことによって、楽天野球団では、最終順位が3位以上の球団へ、 自動的に与えられる4年後のレギュラーシーズン開幕カードの主催権を保有していたが2021年のシーズン終了後にこの権利を日本ハムへ譲渡した日本ハムはこの年のレギュラーシーズンで5位だったものの2018年の最終順位が3位だったことから2022年シーズンの開幕カードを主催できる立場にあったしかし2023年シーズンに 本拠地を札幌ドームから新球場へ移すことが決まっているため、新球場で開幕カードを主催すべく楽天野球団と交渉。一年にわたる交渉の末に開幕戦では異例とされる主催権の交換に至ったため、東球団では2022年の開幕をホームゲーム、よく2023年の開幕をビジターゲームとして臨むことになった。 2020年チームスローガンは、Now ネ r ー never 今こそ、日本一の東北へ前年に二軍で幹を支えた、コーチ陣から、野村克典、鉄平、小山、塩川が一軍へ移動。与田の下で、中日の一軍内野守備総類コーチを務めていた、奈良原博士を二軍監督、前年に現役を引退したばかりの立山翔平を、ヤクルトから二軍投手コーチ。 地元、東北学院大学出身の星高則を、西部から2軍バッテリーコーチに昇変した。また、開幕前からの故障で、シーズンの中盤以降を棒に振ったチーム、最年長選手の渡辺直人を、球団史上初の選手兼任コーチへ起用。長井と牧田が、現役引退後初めて2軍のコーチとして現場に、復帰したほか、前年まで、 ロッテ球団の特別職についていた同球団 OB の大村サブローを二軍統括職に相当する役職に迎えた。補強面では前年の11月中旬から1ヶ月ほどの間にロッテから楽天へ3名、楽天からロッテへ4名の選手が交換トレードを介さずに移籍した。楽天からはミマが国内 FA 県の講師によって移籍したことを 川切に、球団から育成契約への移行を打診されていた西巻と外国人枠などとの兼ね合いで自由契約になっていたハーマンもロッテへ移った。ロッテからは FA 権を行使することを表明していた鈴木大地を獲得したほか久井秀明が金銭トレードで移籍。鈴木の獲得に伴う人的保障措置で小野薫が移籍する一方で、 未満のロッテ入団に伴う同措置で酒市氏が加入した。楽天から人的保障措置でた球団へ移籍した選手は小野が初めてである。また、前年までクローザーを務めた松井が先発に復帰するチーム事情から2018年までサンディエゴパドレスに所属していた牧田和久や前年まで ロサンゼルス・ドジャースに所属していたジョン・トーマス・シャギワを獲得した。春季キャンプ中の2月11日には、チームの第2代監督及び名誉監督を務めた、野村克也氏が拒血精神不全によって84歳で、その生涯を閉じた。球団では、翌12日から15日まで、楽天生命パークに喧嘩台を設けるなど、野村氏への弔意を示している。 その一方で、キャンプ中にはオリックスからステフェン・ロメロが入団した。この年は、春季キャンプの直前から、新型コロナウイルスへの感染が拡大している影響で、3月20日に予定されていた、レギュラーシーズンの開幕が6月19日にまで延期された。レギュラーシーズンに入ってからは、鈴木大地、ロメロ、勝負方が加わった打線が、 チームの開幕ダッシュに大きく貢献。新人選手からは、小深田に加えて、慶応義塾大学から入団した鶴木大成も、開幕から長らく一軍の救援陣に入っていた。その一方で、チーム事情などから開幕一軍入りを逃していた、ウィーラーが6月25日に、池田俊との交換、高梨が7月14日に、 高田萌生との交換によって巨人に相次いで移籍している。一軍はレギュラーシーズンの前半までソフトバンクロッテとの密度萌えで終位争いを展開。7月21日の対オリックス戦では8回表の途中から試合を中断した末にノームによるコールドゲームが成立した。さらに9月10日の対ソフトバンク戦は 雨天による二度の中断を挟んで23時38分に終了。中断時間の合計は1時間32分で、パリーグの公式戦では史上8番目の長さだった。先発陣では松井と岸、救援陣では車際が不審。ブラッシュ及び松井に代わるクローザーとして開幕から高騰を続けていた森原は故障。 開幕から枠井とともに先発陣を支えてきた、のりもとは、試合中のアクシデントで戦線を離脱した。もっとも、8月下旬に3位へ転落してからは失速。開幕から、高知職に事実上を専念していた、渡辺直人が、現役引退を表明した9月には、この年に、広島へ入団したばかりの DJ ジョンソン投手を、金銭トレードで獲得したほか、 福山を支配下登録選手に復帰させた。ジョンソンが移籍後、福山が支配下復帰後初めて登板した同月22日の対ロッテ戦で一軍公式戦における球団通算戦勝を達成。シーズントクレーによる新規契約期限の前日には巨人から田中高成を金銭トレードで獲得した。シーズン終盤の10月以降は松井を 救援要因に戻す一方で、先発で6試合に登板した騎士が5勝無敗という、高成績で10.11月リーグ投手部門の月間 MVP を受賞。しかし、1軍では、逆転負けが12球団最多の32試合に達した結果、シーズンを余位で終えた。逆に、2軍は、奈良原監督の下で、イースタンリーグに連覇を達成。 球団史上初めてのファーム、日本選手権制覇も成し遂げている。遺跡組はおおむね好調で、鈴木大地が打率。295、ロメロが24本塁打、牧田和久が、当番52試合で、防御率2.16を記録。枠井はとりわけ好調で、シーズン初当番からの先発8連勝、2桁勝利。 千賀博次第、石川周太と同じ11勝で、リーグ最多勝利を相次いで記録した。また、開幕から4番打者を任されてきた、浅村が、32本塁打で、本塁打王のタイトルを、初めて獲得。シーズン中盤からモテギに代わって、声優劇手に定着した勝負方は、渡辺直人が保持してきた。 複数アンダ試合の球団新人最多記録を33試合に更新したほか、シーズンの最終規定打席へ到達するとともに、パリーグ6位の打率、288を記録した。なお、レギュラーシーズン終盤の10月26日に開かれた、ドラフト会議の一巡目では、早稲田大学の早川隆久に対する、独占交渉権を、GM の石井が、 他の3球団との指名重複の末に抽選で獲得。最終盤の11月には、チーム最年長投手の久保雄也と、楽天早抜きの現役投手としては、在籍年数が最も長かった青山が、現役引退を表明した。また、吉木、熊原、明る日、近藤博樹、山下明翔などに、戦力外通告。一軍のコーチ陣から、 伊藤敏人がヤクルトへ復帰、富まの政治が退団、野村勝則が育成コーチへ移動した。その一方で、球団では、GM の石井へ一軍監督との兼務を要請した。末に、現場での指導歴のない石井との間で、複数年契約を改めて締結。レギュラーシーズン終了直後の11月12日には、 石井が GM を続けながら2021年シーズンから一軍監督を兼務することや、三木が二軍監督に復帰することを発表した。2021年チームスローガンは、一魂日本一の東北へ。前年に一軍を指揮していた三木が二軍監督、牧師シッコーチが一軍ヘッドコーチへ復帰。奈良原二軍監督が一軍内野守備総類コーチへ。 移動した。また、前年に現役を引退した、渡辺直人が一軍打撃コーチに専念するほか、久保が二軍投手コーチへ就任。さらに、ロッテからの派遣扱いで、BC リーグ、栃木ゴールデンブレーブスのコーチを務めていた、岡田隆文を、富氏のコーチの公認扱いで一軍、外野守備走塁コーチに昇返した。NPB の球団において、 石井監督のように GM が一軍監督を兼任する事例はソフトバンクの王貞治会長に次いで二人目。上金の取締役が一軍監督を兼任する事例は福岡大英ホークスの根本睦夫に次いで二人目である。その一方で、球団創設時から16年にわたって在籍してきた安倍博士チーム統括部長が1月31日付で対談。 翌2月1日付で NPB の野球運営本部本部長補佐に着任した。外国人選手では前年に在籍していたロメロがオリックスへ復帰したほか、ブラッシュ、シャギワ、DJ ジョンソンが退団した。ブラッシュは現役を引退したほか、シャギワは,はタンパベレーレイズで MLB に復帰したが、MLB からルスネー、カスティーヨ、ブランドン・ディクソンが入団した。 またニューヨークヤンキースとの7年契約が前年11月で満了してから再契約や MLB た球団への移籍交渉が難航していた田中正宏に8年振りの復帰を打診。春季キャンプ開始の4日前には2年契約で合意に至ったことやヤンキースの在籍中に楽天野球団が準永急決番として扱ってきた背番号18を 再び着用することが発表された。日本国内では、連投以降も新型コロナウイルスへの感染拡大に、歯止めがかかっていないことから、球団では、創設1年目から続けていた久米島での一軍、春季キャンプ開催を断念。久米島と同じ沖縄県内ながら、一軍のキャンプ地を、近町、二軍のキャンプ地を、うるま市に変更した。さらに、日本政府が、 感染拡大防止策の一環で、外国人への入国制限を課しているため、新入団のディクソン、コンリー、カスティーヨの3人は、春季キャンプに合流できなかった。このような事情から、球団では、キャンプの終了直後に、打線のさらなる強化を図るべく、日本ハムから長距離打者の横を瞬立てを、池田隆秀との交換トレードで獲得している。結局、コンリーも、 来日の目途が立たないまま、レギュラーシーズン開幕後の5月6日付で球団から契約を解除。コンリーは、同月10日付で、MLB のタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。レギュラーシーズンの開幕カードである3月26日からの、対日本ハム3連戦では、前年のパリーグ最多勝投手である枠与開幕戦、新人の早川を、 第3戦で先発させたほか、翌27日の第2戦で、田中正宏による復帰後発の公式戦闘番を予定していた。実際には、田中が右足ひらめ筋の損傷によって当番を回避したほか、ディクソンとカスティーヨの合流も4月中旬にまで持ち越された。それでも、早川が開幕第3戦で公式戦初勝利を挙げたことを皮切りに、チームは、 パリーグの首位戦線を改装。田中は4月17日の対日本ハム戦に先発で NPB 公式戦2748日振りの登板を果たしたものの5回3失点という内容で黒星を喫したことによってヤンキース移籍前からの NPB レギュラーシーズンにおける登板試合での連勝も28で止まった。その一方で 一週間後の24日には、8年振りの本拠地登板で西武を相手に、NPBE 一軍公式戦、通算100勝を達成。達成までに要した、登板数は177試合で、NPBE の一軍公式戦では、史上最速、一リーグ時代を含めた、日本プロ野球の公式戦でも、歴代2位に並ぶ速さであった。 5月9日の対日本ハム戦ではこの年からクローザーへ本格的に復帰した松井が一軍公式戦における通算150セーブを歴代最年少の25歳6ヶ月で達成している2019年以来2年ぶりに復活したセパ交流戦でもチームは最終盤まで勝率1位争いに加わるなど好調を維持していた最終順位は6位ながら パリーグ首位の座を維持したまま9勝8敗1分けという成績で終了したほか、球団の新人投手としては初めて早川が1、軍公式戦6連勝を交流戦中に達成した。最も,も実際には、レギュラーシーズンの開幕当初から、聖保守が定まらず、リーグ戦の再開後には、首位の座をリックスに明け渡した。このような事情から、7月4日には、 巨人の住谷銀人狼を金銭トレードで獲得することで合意。NPB の球団同士がレギュラーシーズン中に成立させたトレードでは珍しく、同日の公式戦の最中に楽天、巨人の両球団から正式に発表された。NPB では新型コロナウイルス感染拡大の影響で前年から1年延期されていた2020東京オリンピックの開催を前提に 開催期間の前後にわたって、レギュラーシーズンを中断。チームはオリックスに次ぐ2位でシーズンを折り返したものの、東京大会限定で復活した野球競技の日本代表チームに、田中正宏と浅村が入った。結局、日本代表はオリンピック正式競技としての野球で、初めて金メダルを獲得している。東京オリンピック開幕直前の7月17日には、 オールスターゲーム第2戦が楽天生命パークで開催された。チーム本拠地での開催は日本製紙クリネックススタジアム宮城時代の2011年以来10年ぶりでチームからはパリーグのファン投票1位で松井と浅村監督推薦で田中進む、乗本昇る、総加号、小深田、党内の出場が決まっていた。田中進むと浅村は 新型コロナウイルスワクチンの副反応が疑われる体調不良によって出場を見合わせたが第2戦には残りの5選手がパシフィックリーグ選抜チーム前年に巨人へ移籍したウィーラーと高梨がセントラルリーグ選抜チームから出場3番左翼手としてスタメンに起用された党内が2度にわたって勝ち越しだを放つなど 4打数3安打3打点の活躍で MVP に選ばれた。さらに、オールパシフィックが6回表から乗本総松井の系投に切り替えた結果、8回表を投げた層に白星、9回表を締めくくった松井にもセーブがついている。その一方で7月20.21日に楽天生命パークでチーム練習を実施したところ、銀次が、 新型コロナウイルスに感染していることが22日に判明された。練習へ一緒に参加していた監督、コーチ、選手、スタッフは PCR 検査で全員の陰性が確認されたものの、保健所から銀次と濃厚接触の可能性が高いと判断された鈴木大地には自主隔離措置が講じられた。なお、鈴木はレギュラーシーズンの再開を機に、 実戦へ復帰している。石井は、レギュラーシーズンの再開後、一軍から長らく遠ざかっていた選手を勝負所で、相次いで起用した。山崎は9月に、浅村の打撃不振がきっかけで二塁手として、スタメンに起用され始めると、シーズンの終盤には、勝負方に変わって、一番、遊撃手に定着した。また、松井が、右の太ももを痛めて、 戦線を離脱した8月下旬からは、そうクローザーに抜擢した。もっとも、楽天も、ロッテとの相性がとりわけ非常に悪く、7月上旬からの対戦では、まさかの9連敗を喫した。結局、チームはシーズンを通じて5割以上の勝率を維持、したにもかかわらず、シーズンの終盤に、パリーグの優勝争いから脱落した。 10月19日の対オリックス戦に敗れたことでシーズンを3位で終えることが確定した。その一方でソフトバンクには同月23日の対戦で対象したことによって2012年以来9年振りのシーズン勝ち越しを決めた。オリックスのレギュラーシーズン最終戦であった10月25日の対戦では田中正宏をシーズン最後の先発に立てながらも 打線が数年来苦戦しているオリックスのエース、山本義信の前に、完封負けを喫した。その一方で、オリックスが主位で全日程を終えてからもリーグ優勝の可能性残していたロッテには、楽天のレギュラーシーズン最終戦にあたる27日の対戦で勝利。同点の8回裏に、代々起用された勝負方の決勝打で、ロッテの逆転優勝の可能性を消滅させた。 この結果、オリックスの25年ぶりパリーグ優勝が確定すると、共に、クライマックスシリーズのファーストステージで、チームが2位のロッテと、ゾゾマリンスタジアムで対戦することも決まった。そのファーストステージでは、チームが、全試合で9回表を同点で終えていたほか、8月、下旬から実戦を離れていた松井が、全試合に救援で登板。乗本隆弘が先発で、 佐々木明と投げ合った第一戦では1点リードの8回裏に、登板した松井が、アデーニーエチェバリアの本塁打で同点に追いつかれると、9回裏に、登板したクローザーの層が、佐藤俊成なりにサヨナラ安打を起死した。第二戦では騎士を先発に立てたものの、9回表の攻撃が終了するまでに勝ち越せなかったため、チームのファーストステージ勝利の可能性が完全に消滅。 1> 第1戦に勝利したロッテは、第2戦に引き分けてもファーストステージを突破できる状況にあったため、両チームの成績が一勝を一ぱ一1分で並んだ場合には、レギュラーシーズンでの上位チームが勝ち上がるという、同ステージの規定に沿って、コールドゲームを宣告された。チームは、第2戦で勝利した場合に、第3戦で田中の先発を予定していたが、 この宣告によって、チームもファーストステージで敗退した。田中正宏は、先発で高騰しながら、打線の援護に恵まれない試合が続いた末に、NPB では、自身初の負け越しでシーズンを終了。ただし、チームのリーグ最終規定投球回到達者としては、トップの防御率3.01を記録した。他の投手陣では、則本隆弘が3年ぶり。 入団2年目の滝中良太が、初めてのシーズン2桁勝利をそれぞれマーク。早川も急勝を挙げたものの、交流戦の直後から田中と同様のパターンで、白星に見放され続けたこともあって、2桁勝利にも、最終規定投球回にも、わずかに届かなかった。騎士も、現役最年長での2桁勝利に一勝、足りなかったばかりか、リーグ最多の10敗を記録した。 枠井もシーズンを通じて振るわず、二軍調整や遺跡5発の救援登板も経験した。左投手からは早川以外の先発要員が、対等せず、湯げは人が先発で一勝、し見が先発で一試合、からが二軍で一試合へ登板しただけにとどまった。その一方で、先発で数年来伸び悩んでいた、安楽や、 一軍公式戦での登板が2018年の一試合だけだった西口直人が中継ぎ要員として新たな境地を開いている打撃陣では党内が96打点でリーグ打点王のタイトルを獲得保守から外野手へ再び転向した岡島も開幕から3割以上の打率を長らく維持しながら正サ野手の座を奪回した末に チーム内の最終規定打席到達者としては最も高い打率で、レギュラーシーズンを久々に完走した。また、入団3年目の辰ツが、自身初の2桁本塁打を記録したほか、チームからただ一人、ゴールデングラブ賞を、パリーグの外野手部門で受賞している。その一方で、開幕から二軍生活を送っていたベテランの藤田が、レギュラーシーズンの終盤に、球団から、 現役引退を勧告した。勧告に際しては引退後のポストが球団内に用意されていたが、藤田は10月1日の戦力外通告を経て、選手宣人のまま DNA10 シーズンぶりに復帰した。レギュラーシーズン中の10月11日に模様されたドラフト会議では、育成選手扱いを含めて10選手を指名。1巡目に単独で指名した。 吉野の総治をはじめ、右打ちで、高校生の外野手が4人を占めたほか、4巡目では、勝利量、天見大島出身の選手としては、初めての指名に至った。レギュラーシーズンが終了してからは、藤田と同じベテラン勢の牧田、足立栄一、2017年入団の菅原、乗本隆博の実定で、育成選手の吉木なども、球団から戦力外通告を受けたほか、 池田俊が現役引退を表明した。他の戦力外通告組からも2019年のシーズン中に広島から移籍した月水流が現役を引退。足立は球団スカウト部所属のアマスカウト支配下再登録を経てこの年に地震初の開幕一軍入りを果たしていた下妻はブルペン保守へ転身した。2022年石井が前年に続いて GM と一軍監督を兼務する一方で、2012年から、球団社長を務めてきた立花に代わって、副社長の米田洋介が1月1日付で社長に就任することが発表されている。前年の首脳陣からは、鉄平野村勝則立山、堺忠春が対談。野村、堺、長井、柿内哲也が指導していた育成部門から、 投手担当の永井と打撃担当の柿内が二軍のコーチへ転出した。このような事情から育成部門の大成を一新。野村が担当していた育成保守コーチに代わって育成外野守備総類コーチのポストを新設すると、共に一軍打撃コーチの金森英二と二軍コーチの後藤、今江、牧田昭久を育成部門のコーチに就かせた。また、前年まで、 ソフトバンクで打撃コーチを務めていた立花義家を一軍打撃コーチ一井のヤクルトの投手時代のチームメイトで東北高等学校 OB の遊平を二軍打撃コーチに昇平東球団のコーチ経験者で前年まで NPB 他球団のコーチを務めていた佐竹学が一軍外野守備走塁コーチ栗原が スカウト部のプロスカウトとして、投球団に復帰したため、佐竹の前任者であった岡田は、マキ田の公認扱いで二軍外野守備走塁コーチへ移動している。前年のシーズン終了時点で在籍していた外国人選手からは、ソート・ブセニッツがチームに残留。その一方で、ディクソンとカスティーヨが対談したことに伴って、MLB のシアトルマリナーズから、 ホセ・マルモレホスを獲得した。また、ソフトバンクから前年に戦力外通告を受けていた川島慶三を支配下登録選手、鎌本豪を育成選手として契約。MLB 復帰の余地を残していた田中正宏も前年からの2年契約に沿ってチームへの残留を決めた。その一方で日本ハムの外野手として前年に パリーグ盗塁用のタイトルを獲得したにもかかわらず、シーズン終了後にノンテンダー FA と扱われていた、西川春樹を迎え入れている。2005年以降の順位の変遷2 5 5 0 7 5 100125、150、2005、2012、2015、2020、2012年まで在任。現在、プロ野球界で名誉監督の称号を贈られたのは、全球団で、野村克也と、 読売ジャイアンツ終身名誉監督の長島、茂雄のみである。親会社、楽天のイメージカラーであり、イーグルスのチームカラーでもある、クリムゾンレッドを基調としている。パンツに一本の細ラインが入っている。帽子は、園児色をベースに白文字の E。2011年からは株式会社デサントとオフィシャルプラチナスポンサー契約を締結し、 ユニフォームなどのウェアを提供していた。胸にスポンサーアイリス大山のアッペンがつく。2014年シーズンから2019年シーズンまでのサプライヤーはマジェスティックアスレティック。2020年シーズンからはユニフォームアパレルはミズノキャップは NPB 球団では初となる47がオフィシャルサプライヤーとなった。白地で胸ロゴは シの翼小月、イーグルス。その上に小さく、楽天の文字があり、胸ロゴ、背番号、胸番号、帽子マークには、エンジ色の文字に、黄色の縁取りが施されている。上着が、クリムゾンレッド、パンツが白のツートンカラーを採用。2014年、胸番号、背番号、セネームの字体を変更。この他、期間限定での、サードユニフォームが、 下記の通り採用されている。新規参入時から現在まで、宮城県が所有する宮城球場を、本拠地球場都市、楽天野球団が、都市公演法第5条第1項の許可を受けて、運営している。ただし、3年ごとに命名権の公募がなされ、権利を取得した企業が命名する愛称が、宮城球場より優先して用いられている。 2020年1月21日、本拠地への入場を、日本初の全面二次元バーコード化すると発表した。30日、同年からスイカを導入すると発表した。本拠地球場である、宮城球場の収容人員、及び、レギュラーシーズンの主催試合の宮城球場以外も、含んだ、観客動員数と一試合平均観客数は、以下の通り、 パリーグでのレギュラーシーズンの順位も吹き。この統計では、観客数に加えられない、ポストシーズンがあった年は突起。宮城球場の収容人員、各シーズン開幕当初主催試合の1試合平均観客動員数落点では、初代球団オーナー、三木谷の方針により、収益を安定させるため、基本的に中継映像の制作部分までに関する、権利を、 球団側で留保していた。2008年からは制作著作の権利までを球団側が所持。従来型の放送局での中継には一定の制約がある。この手法は北海道に移転した日本ハムの例に習ったものとされる。利用可能なサービス過去のサービス全国ネット並びにポストシーズン制作実績 TBC 制作文解説杉山賢人実況。 松尾武史ベンチリポーター、飯野正人スタンドリポーター、小紀子 TBS 制作文、解説、佐々木和弘ゲスト、松山秀樹実況、林正弘ベンチリポーター、伊藤隆介。ポストシーズンの放送実績ポストシーズンでの放送実績音声差し替え中継その他、全国ネット並びにポストシーズン制作実績音声、 差し替え中継宮城県以外へのネット備行2015年8月9日に開局したコミュニティ FM 放送局。愛称は楽天 FM と北。プロスポーツチームが直営する日本初のコミュニティ放送局となる。放送区域は宮城野区の西部楽天生命パーク宮城を中心とした区域で区内のカバー世帯数は30.06%である。なお、 宮城の国は1999年から2007年まで仙台市民放送がコミュニティ FM 放送を行っており、同一区内の壺根としては8年ぶりの復活という形となる。また同一市区内でコミュニティ FM 廃局後、新たに開局があったケースは、これまで廃局の周波数が割り当てられていたが、楽天 FM 東北は FM ジョンパから周波数が 変更されており、全国初のケースとなっている。番組は毎日午前1時を起点とした1日24時間放送。イーグルスのプロ野球中継やチーム情報をはじめ、宮城野区の地域情報、観光番組、音楽番組で構成する。ほとんどの番組が自社制作であるが、FM 泉制作の仙台ラジオ通信とサンドウィッチマンのラジオやらせろ。 はネット受けしている。インターネット放送は楽天 FM 東北公式サイト、スマートフォンアプリ a t イーグルス中人ラジオにて配信されている。2009年よりケースタミヤギで行われる楽天の主催試合において対戦相手や曜日などに応じてチケットの価格を変えるフレックスプライスが導入されている。フレックスプライスのようなチケットの価格変動性は メジャーリーグでは複数の球団が採用しており、日本では東京ヤクルトスワローズが神宮球場での読売ジャイアンツ戦、阪神タイガース戦に限り一部席種を割高にしている例があるが、本格的な導入は楽天が初めてになる。チケットの価格は5段階で設定されており、高い順からプラチナ、クリムゾン、ゴールド、シルバー、バリューとなっている。席によっては、 プラチナの価格がバリューの2倍以上になることもある。2007年4月3日から5日、フルキャストスタジアム宮城で日本ハムとの3連戦を、いずれもデーゲームで開催した。前年3月末のホーム開幕3連戦をナイターで開催した際、冷え込みが激しく、降雪も記録する事態があり、球団側は選手や観客のみの安全を考慮。 比較的気温が高く温暖で、また春休みとあって、学生ファンが多く詰めかけられると見越し、本拠地開催では極めて異例の平日デーゲームを観光することになった。3試合とも13時開始。テレビでもスカイエースポーツプラスと東北放送で生中継された。3試合とも1万人超えの盛況となった。特に、 三戦目においては期待の高卒新人投手、田中の本拠地発登板もあって、約1万8000人ものファンが、球場に詰めかけた。翌2008年も、前年同様の事情で、4月1日から3日の対、ロッテ3連戦を、デーゲームで開催。ここでも3試合すべて、監修1万人を超えた。2009年から2011年は平日デーゲームは、行われず、 2009年は WBC のため開幕が遅く4月7日がホーム開幕戦。2010年はホーム開幕戦が土曜日に設定されたため。2011年は当初3月29日から3月31日の大ソフトバンク3連戦をデーゲームで開催する予定になっていたが、東日本大震災の影響による開幕日延期のため取り留めとなった。 2012年からは平日デーゲームが再開され、2013年以降も、毎年4月初旬に平日デーゲームが2試合程度、組まれるようになっている。2017年は、宮城での開催に加え、郡山、ヨーク海生山スタジアムでも平日の白母、デーゲーム開催が予定されていたが、雨天中止となっているほか、夏季開催でも平日のデーゲーム開催を行った。また、 パリーグでは他に、ロッテ、日本ハム、西部も平日デーゲームを組むようになった。ちなみに、本拠地での平日デーゲームは、プロ野球初期の1930年代から1950年代は、頻繁に行われたほか、1990年代までは、消化試合や、プレイオフ、日本シリーズでも行われていた。これとは別に、2015年5月21日の、 日本ハム戦は第1回楽天イーグルス花火大会を試合終了後に行う予定であるため通常より2時間早い16時からの白デでゲーム開催とした。これは近接の仙台市陸上競技場のトラックから約2000発を打ち上げる花火大会そのもののほかイーグルスが翌22日からの西武戦の会場 西武プリンスドームへの試合終了後の直接移動が可能であるという点も含めた総合的な判断で白某デーゲーム開催とした長時間の試合であっても若干の規模縮小などが生じるものの花火大会を開催できるように配慮した時間設定をしたものだったが試合が延長戦にもつれ試合開始から5時間が経過した21時を過ぎても 試合が続いてしまう状況となってしまった。そのため周辺の騒音や選手の翌日の試合会場への移動などを考慮して、この日の花火大会とそれに付随したアウン、J クラシックオーケストラによる音楽ライブの開催を断念せざるを得なくなった。なお、花火大会の代替日程は5月21日時点では未定であったが、あるファンから、 花火を見たかったという声をかけられた、球団職員は、大体開催ができるように検討していくとしているほか、立花も、残念すぎる。今日のお客様方に何らかの形で対応できるように、考えたいと延期開催の可能性を示唆するコメントを、残している。この後、5月29日に、この第1回花火大会の、リベンジ延期開催を、7月11日に、 デイゲーム開催で行う予定としている、オリックス戦で改めて行うことを発表した。この日は3000発の花火を打ち上げる予定にしているが、今回は長時間開催や好天時の対応もはっきりと明示しており、試合中止、また試合終了時に、強風や豪雨などにより開催できない場合、試合終了が20時を超えた場合は、中止11日の試合、 内市は、イベント中止時は12日に延期することにするが、12日も開催中止であれば、イベント自体延期せず中止する。試合終了後から19時30分までイベントの開催を予定していると記載されている。そして7月11日のデーゲーム終了後、無事に花火大会は開催され、試合を観戦した人など市民に約1万5000人が集まった。 2016年の開幕戦、ソフトバンク戦は、開幕戦のデーゲームとしては48年ぶりとなる、白某デーゲームとして16時から行われる。これとは別に4月1日の西部戦も13時から実施され、またアウェイに出ての3月29.30日のロッテ戦も13時開始と、ナイター設備が整った近代において、開幕当初の8試合が、 デイゲームという異例な日程となった。地域密着を目指すという観点で、イーグルスでは2軍の資本拠であるリフ町中央、公園野球場のほか、地方遠征を開催する岩泉球場、白沢グリーンパーク、湯沢市田川野球場をはじめとした東北地方16カ所の命名権を持っており、それぞれ楽天イーグルス球場、イーグルス球場という名称を使用している。 これはイーグルスが2007年9月から取り組んでいるフィールドサポートプログラムという制度によるもので東北地方各地の野球競技を実施できる野球場を対象として球場を保有する地方自治体などと競技した上で相性を設定するが通常の命名権のようなチーム名称ロゴの使用のためのロイヤリティは発生しない基本コンセプトを地域と球団間における 野球普及、促進に向けた、協力活動の一環として実施しており、これらの野球場では2軍公式戦の開催のほか、年1回以上、イーグルス野球塾と題した、少年野球教室の開催などを通して、地域の野球振興に寄与し、また地元でのイーグルスの応援を高揚させるという、目的がある。地震による甚大な被害を受けた東北地方の、人々を励ますべく、 1995年の阪神、淡路大震災時のオリックスブルーウェーブが用いた、頑張ろう神戸にあやかって作られた言葉。2008年の岩手、宮城内陸地震と2011年の東北地方、太平洋沖地震において使用され、ユニホームの袖部分にもこのフレーズが描かれたワッペンが貼り付けられた。2014年には、個人を対象に、ファンズデー期間中に、 楽天イーグルスリフ球場で主催するイースタンリーグ公式戦3試合の命名券を1試合3万円で販売。3試合とも完売したため、当該カードの試合前には命名の対象者による支給式などのセレモニーを実施した。ちなみに、個人に対する球団主催公式戦の命名券販売は NPB の球団では初めての試みである。 2021年3月1日より試合のラジオライブ配信や2軍のライブ配信をはじめとしたオリジナルコンテンツのサブスクリプションサービスが開始した。オフィシャルショップは楽天イーグルスグッズショップ。店舗は以下の通り。上記とは別に藤崎青葉通り店、仙台駅店、森岡店も設けられていたが閉店。 2014年の公式戦開幕日からは、球団直営のスポーツラウンジ、TRGE を仙台市の繁華街、国分町2丁目の永楽フレンディアビルの1階にオープン。東北楽天線をはじめ、テレビのスポーツ中継を見られる、スポーツバーで、アルコール飲料も有料で提供する。2017年2月22日をもって、営業を終了。 楽天野球団に関するカテゴリー。楽天宮城の FM に関するカテゴリー。ありがとうございます。